まさにこの立ち位置で、で結構彼の洗うペースが遅くなったりしたらすごい暇なので、私は横でずっとくちゃべって、はい、家事って分担ってイメージがあるけど、こう一緒に共同作業で楽しくやってたら本当に楽しみながらできるんじゃないかなって思いました、うんうん、今こういう状態だから俺がじゃあ皿洗いしてとか、あとはこうミルクあげてる時にこうちょっと皿洗いしながら、今俺が皿洗いしてれば別に喋れるよねとか、そういうなんかこう本当に気持ちの部分でのなんかこうお互いのストレスを分け合うというかっていうやり方をするのがすごくいいのかなと思いますけどね。家事分担、ジョブからジョイっていうのはすごいいい言葉だよ。だからね、本当に私なんか初めて聞いた時にもう本当に鳥肌がブワーって立って、すごいいい言葉考えましたねって上から見せてるいいよこれっていう、いいいいと思って、これいけるよってね、